どうもはずむです。以前今作っている白シャツについてお話ししますという動画で簡単にご紹介させていただいた、僕のブランドダンのコンビニエンスシャツ、白シャツですね、こちらが完成いたしましたのでちょっとご紹介していきたいと思います。こちらのコンビニエンスシャツの特徴としてはですね、こう一見普通の白のねボタンダウンシャツに見えるんですけども、第2ボタンかなを開けてこちらを見るとですね、ファスナーで着脱するような仕様になっております。この第2ボタンを止めてしまえばファスナーがこう隠れるっていう、そういう仕組みにしているので、一見本当に普通のボタンダウンシャツを着てるような見た目なんですけど、すごいこう着脱が楽な、そういうちょっとシャツを作りたくて今回こちらを制作いたしました。でこのファスナーがですね、以前の動画でもご紹介しておりますけども、YKK のクイックフリーという、キッズ用のファスナーですね、こちらを使用しております。でこれがですね、ここがちょっとこう変わった形状している、ビスロのファスナーなんですけども、子供用ということでとてもこう開閉がしやすいようにちょっと工夫されております。でさらに一番の特徴としてはですね、一定のこうテンションがかかった時にファスナーがこう外れるような仕組みになっておりまして、実際の用途としては、子供用の、パーカーとかかな、そういうのでフードが例えばなんか遊具に引っかかっちゃったとか、そういう時に自然とこうファスナーが開くことで、首をこう締め付けないというか、そういった事故の防止として開発されたファスナーです。で、こちらのシャツにおいてはこうパッとねすぐ脱げるような、そういうね機能として使用しております。サムネイルとかでもね書いてあるように、こう毎日脱ぎたくなるシャツっていうところで、本当にこのファスナーを使用したことで、着脱がすごい楽で、特にこう脱ぐ時のこの爽快感というか、ちょっと最初ドキドキするんですけど、バッと脱いだ時のこの感覚がすごい楽しくて、ついついこう毎日着用して毎日脱ぎたくなるような、そういうシャツっていうところで、その名前を付けました。でジップのついてるシャツって、ちょっとこうおもちゃ感というかチープな印象になりがちなんですけど、全体の作りとしてはかなりこう本格的な、シャツの仕様に仕上げておりまして、参考にしたところで言うとこう本当にオーセンティックな、ブルックスブラザーズの、ボタンダウンシャツであったりとか、あと形で言うと、ちょっとこうラルフ・ローレン の, ビッグシャツっていう、90年代とかにあったすごい大きいサイズ感のシャツがあるんですけど、そういったところとか、いろんなところの要素をこうミックスさせながら今回制作いたしました。で縫製に関してはですね、内側のねこういったところであったりとか、あと肩ボロの内側かな、こういったところであったりとか、見る人が見ればちゃんと作ってるなっていうのが分かっていただける、結構本格的なシャツの仕上げにしております。その本格的なシャツの仕上げにもかかわらず、このファスナーが使われてるっていう、ちょっとそういうミックス感というかギャップみたいなものを意識して今回制作いたしました。でサンプルの段階ではこちらサンプルなんですけども、ちょっとねこう締めた時に若干ここにこう線が入ってちょっと張ってたんですよね、この何でしょう、肩回りというかこの辺が。でそれをちょっとパターン変更というか修正いたしまして、着用した時にここが突っ張らないようなパターンに仕上げております。でボタンに関しては、あえて貝ボタンとかは使用しておりません。もうプラスチックのボタンを使用しております。なんかこの辺は、ブルックスとかその辺の雰囲気をちょっとイメージしております。襟のサイズ感もですね、ちょっとサンプルの時からちょっとだけ大きくしております。見比べないと分かんないレベルですけど、ちょっとこっちコンパクトすぎたんでちょっとだけ伸ばしました。着てみるとこんな感じです。僕でですね M サイズを着用しております。で締めるときはこんな感じでスムーズに、ボタンだとねもっともっと時間かかってしまうと思うので、我ながらこれかなり便利なシャツなんじゃないかなと思います。でサイズ感に関してはですね、ちょっとこうゆったりめには仕上げております。ただこういわゆるビッグサイズとかオーバーサイズってほどではないので、なんかその程よいバランスを狙っております。もうちょっとこうオーバーできたければ、サイズ上げて L サイズかなって感じですね。で製品はですねノーウォッシュの状態で販売させていただきますので、洗濯で
まあ、ちょっとだけなんですけど、あの縮みは生じます。まあ、ただイメージを大きく左右するほどではないので、まあ、あんまりこう気にされなくても大丈夫かなと思います。で、生地はですね、イタリアの老舗生地メーカーレジユノ社に、まあ、某アメリカのブランドが別注したオックスフォード生地を使用しております。結構こう肉厚で張りのあるしっかりとしたオックスフォードですね。まあ、着用と洗濯を繰り返してこうご自身の、ね、体に馴染ませていただくような、育てていただくような感覚の生地です。着脱に関してはですね、まあ、全然お好みなんですけど、まあ、内裏ボタン外していただいて、まあ、このファスナー普通に下げていただく形でもいいですし、あのやりたい方は外していただいて、ここでパッと、はい。で、気になるお値段なんですけども、こちら22,000円です。まあ、以前の動画では3万円前後になるかもしれないとお話ししてたんですけども、まあ、ブランドとしてもですね、こう定番的に、まあ、継続してずっとやっていきたいっていう本当にベーシックなアイテムだったので、あのなるべくこう手に取りやすいような価格にさせていただきました。発売に関してはオンラインショップはこの動画の公開と同時に掲載させていただきます。で、店頭に関してはですね、明日日曜日に販売させていただきますので、気になった方はぜひご来店お待ちしております。はい、ということで本日は僕のブランドダンのコンビニエンスシャツをご紹介いたしました。少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。